旅するしましま夫婦です。今いるところはマカオでございます。マカオ来た、マカオ来たんですか。後ろに、はい、後ろに見えるのがセントポール天主堂跡、マカオ観光のメインというか。そうですね。そして補修中、すごいめちゃくちゃ綺麗ですね。あれです、はい、世界遺産ね、はい、ここはなんかずっと世界遺産が何十個もあるのね。何十個もで、うん、30個ぐらい。そう、30の世界遺産が巡れる、はいはい、すごい人で、ね、でも日本語が全然聞こえない。日本語聞こえないね、ほとんどないだけ。いないね。今朝あの香港島からフェリーで、うん、1時間ぐらい、うん、バスっていう方法もあるらしいんですけど、一番これが難易度が低いということで、うん、香港市街地からだったらフェリーの方が断然便利で1時間ぐらいで、で乗るのもめっちゃ簡単やったね、うん、はい、10時の予約したのに進んでいた9時半のに勝手に乗ってましたね。もう空いてるから乗れみたいな、うん、そうです。でちゃんとなんか出国みたいなパスポートがあって出入国の手続きがいるんですけど、まあ、すごく簡単にマカオには来れます。こういう感じのね、すごい日本のお店もいっぱいある、ね、うん、石畳のストリートでね、すごい楽しいですよね。食べ物とか飲み物がいっぱい売ってて、まあ、チャイニーズ系の人たちがねすごい多いですね、ここはね、はい、ほとんどヨーロッパの人たちも少ない感じですね。日本人も少なくて、はい、チャイニーズの人たちがたくさんいますね。ユニクロがそこにあったりとかね。マカオね、なんか思ってた街と違いましたね。違いました。なんか世界遺産が30個連なるから、すごい古いね、古い歴史ある感じかなと思ったら、うん、わちゃわちゃわちゃ、うん、で町も大結構都会でしたね。都会の中にある感じで、おすごい綺麗で、これ女子はめっちゃ喜ぶ感じの街並みで素晴らしいですね。ちょっと歩きますか。活気がありますね。声がみんなでかい。あの肉はねめちゃくちゃ激しく売ってますから、すごい競争してね、味見させて食べさせて、内臓系の煮込み、あ内臓系もちょっと欲が出る。ちょっとこのままこの街並みの商店街をレポートしますけどね、この肉をですねすごい何軒もあって、この干し肉みたいな甘辛のやつもうちょっと競争して売ってます。エッグタルトも競争して売ってます。エッグタルトも美味しかったね。昨日香港市内で食べたエッグタルトもこっちの方がよりなんかサクサク、うん、サクサクして、すごい人です。今日平日なんですけどね、活気ありますね。土日だともっとすごいことになるんでしょうね。今日何曜日？火曜日。うん、すごいね。賑やかストリートです。なんかつまめたらつまみたい、つまもらってみますか。キャナイ、キャナイ、おいしい、あおいしい、おいしい、おいしい、あいただきました。あおいしい、うん、おつまみ、うん、干し肉、おいしい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 、あれが1枚10センチ角ぐらいのが80ドルって書いてるんで1600円、結構しますね、
ここはアイスクリームの店ですね。食べて買わない、うん、すごい肉を売っていますね。お昼ご飯、ここも、まあ、こういう感じでね、この街並み歩くのもね、すごい楽しかったです。楽しいですね。私たちは今からポルトガル料理を、はい、食べに、はい、ポルトガル料理だったんですね、うんうん、はい、ということで、はい、まったりレポートありがとうございました。さよなら。